はい、これで書く日記173個目ですね。背徳の三問トークと配信のトップバッターと背筋の鬼筋と、あ、背筋じゃないな、これ背筋とも読むね、背筋の鬼筋と敗因が分かってないらしい話ということで、まあタイトル関係なくというか、まあタイトルある意味こう一つの手がかりというかな、まあ大体こんなこと喋ってたよという、まあ自分の目印なんですけれども、背徳の三問トーク、これは、早起きや三問の徳というのをね、始めて1ヶ月ぐらい経ったんですけども、背徳の三問トーク、結構ね、結構いろいろ喋っちゃってるということでいいかなと思いながら、特に三問の徳とか言いながら、徳に反してんじゃないか、背いてんじゃないかという気もちょっとしてきたので、徳ですね。ビルトゥ。バーチューですね。英語で言うと、バーチューに反してんじゃないかとかね。で、まあ、それでちょっと背徳の三問トークということで、あんまり意味ないですけどね。はい。それから、配信のトップバッター、こっちから来たんですね。で、これは、いわゆる音声配信の配信という字なんだけど、それじゃ面白くないので、配信のトップバッターということで、今日の公開ダラダライブでも喋ったんですけども、日本ポッドキャスト協会というね、もう20年前からポッドキャストをやっていたという、そんな素晴らしい老舗があるわけですけれども、その日本ポッドキャスト協会が20周年を祝って9月の下旬に24日からだったかな、7日間、毎日10人、70人のポッドキャストリレー配信をやるという配信リレーということで、その配信リレーのトップバッターになったということなんですね。で、いいのかなということで配信のトップバッターという形で、なんかね、やらかさないように気をつけたいと思います。それだけです。それから、背筋じゃない、背筋の鬼筋ってちょうど昨日、ゲストハウスに台湾の女性が来てくれて、それでワンコ犬飼ってんですけど、それで犬の餌の話になって、どんなもん食べさせてんですかって話でいろいろ見せてるうちに、鬼筋ですね。東一郎くん鬼筋好きなんですよって鬼筋見せてあげたら、えらい喜んで、あ、こんなのあるんですねと言って、鬼筋のこう、冷凍のやつなんですけどね、それを圧力鍋で柔らかく煮て、結構30分くらい煮るんですよ。で、しばらくほっといて。で、それを周りの油を落として、鬼筋の背筋のとこだけね、それをまた、さいの目状に切るわけですよ。これ切るのが意外とね、大変なんです。なんだ、圧力鍋で柔らかくしてんのに、それでも切るのが、もう腕が疲れちゃうっていうぐらい硬いんですね。人間はちょっと食えない。まあ、一回食べてみようかな。筋張ってるんですね。一番筋筋の一番硬いところは、これ鬼筋ってところなんですが、鬼だけにね、硬いと、ゴワゴワして。背筋の鬼筋。で、これはもう背中つながりですね。背徳背筋で鬼筋の話があったから、まあ背筋だなということで、背徳の三問トークと背筋のトップバッターと背筋の鬼筋で、背でつなげてみたので、最後、敗因が分かってないらしい話は、これ政治ネタですね。まあちょっと政治ネタ見てて、まあ石丸は叩いて潰せとばかりにいろんなことが出てるのもまあ、へきへきするんですけれども、まあ何を、まあくだらん叩き方をしてんだろうなという、まあそれこそ若者が本当に自分で考えて投票行動に出たわけですよ、今回ね、大量に。で、それは騙されてるとか、もっと勉強しろとか、バカは言ってんじゃないよというのが一つと。で、それと、なんていうのかな、これまでいわゆる政党、そんなこと言ってる人たちは結局若者の投票を促せなかったわけですよね、いろんなことやってね。で、これで思うのは、まあ、いわゆる野党も含めて、まあ、野党沈没ですね、政党沈没。で、野党の組み合わせがどうのこうので、それで負けたんだとか、またバカな話をしてるわけだけど、未だに組織票に頼ってるから負けてんだってね、だけの話だと思うんですよね。なんで組織票に、結局だから組織票に頼って負けちゃったわけですよね。で、連合がどうだとか、ね、立憲共産がどうだとか、国民民主の玉木さんがわけのわかんないこと言ってみたりとか、あんな組織レベルの組み合わせで考えてる、しかも組織票で票を入れてるのが年寄りで、
若い層は組織されてないのに票を入れたんですよね。だから組織票に対して個人票がもうことを決する時代に入ってきた。組織票の時代終わってんのに未だに組織票の論理で票が減っただの何度の言ってるから敗因が分かってないということなんですね。で、敗因が分かってないから怖いわけですね。で、怖いから叩いて潰せっていう話になってるようにしか見えないので、まあなんかね、もうちょっと一つの時代の終わりを感じ始めましたね。で、無党派層っていうのは1990年代ぐらいからまあかなり出てきたんだけど、ただ無党派層が結果に影響を与えるところまでは育ってなかったんですよね。で、これが十数年ぐらい前から無党派層の動向で全てが決まるようになって、投票率が上がって無党派層が投票に行くと動くという。ただそれは若者はまだ動いてなかったんですよね。で、今膨大な無党派層の票が若者のところにあるわけね。で、これが動き始めちゃったのが今回の東京都知事選なんですね。で、この流れは加速しますね。加速する。だからこれまでの組織票の時代はもう終わったという。で、その組み合わせだけで票が伸びた、減ったとか言ってる連中はもう終わっていくというね。滅びの道に入っちゃったという。で、しかももう無党派層の若者の投票行動で選挙結果が出る時代に入ってきたということの一番象徴的な出来事が今回のことで、これはもう新しい時代の始まりなんですよね。だからそこが全く組織の中にいた人、規制政党の中にいた人は見えてない。見えてない。何が起きたのか未だに分かっていないというね。で、これはもう個人で動いてるんでね。一人一人が判断して動いてるんで、これまで組合がこう言ってるからここに入れてきたよとかね、お父ちゃんがこう言ってるから入れてきたよっていう、まあ何十代以上か分かんないけど、年寄りの投票行動ではなく、あるいは、自分がかつてそっちの集団に属してたからそっちに入れてると入れ続けてるとかいう、そういう個人で考えたわけではない、ね、組織、集団で動く票ではなくて個人で動く票の時代に入ったというね。で、ここが全く読めないから怖くてしょうがない。だから政党の組み合わせ、労働組合の支持とかそういうレベルの話になっちゃってる。で、蓮舫さんの話でいけばもう完全にやっぱりもう、あれですよ、街頭演説見ててもね、もう、やっぱ政党色強かったわけですよ、なんだかんだね。もう個人でもっとフットワーク軽くゲリラ戦やればよかったんですが、蓮舫さんそこまではやっぱり思いつかなかったんでしょうね。まあ組織に頼ってるうちはもうダメですね。ということで、まあ、新しい時代始まっちゃったなぐらいで敗因が分かってないらしい話ということで、まあこれもだん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 、選挙を重ねるたんびに分かってくるし、次の総選挙でも動きが起きるし、この先どんどん動きが出てくるんで、もうこれはもうとどめようがない必然的な動きが始まったというふうに、まあ私は思ってるということで、まあなんで政治ネタ喋ってんだということで、背徳の三問トークと配信のトップバッターと背筋の鬼筋と敗因が分かってないらしい話ということで、なんかいろいろ加速してますが、このまま淡々と声で書く日記は2日に1回続けていきたいと思います。ではまた。